はい、たちゃハオ。こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。さて、イベントがね、あと7分で終わりますが、その前にプレイスマットを作っておく。もうこのレベル6の布が <laughs> 作るのしんどすぎるんだが <laughs>。あ、今2つ引いてくれた。ありがたい。 あ、二つに分かれたけど、こんな感じか。はい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 。ちょっと待ってよ。えー、っとね。えー、っとね。結構テラスらしくなってきた。ちょっとガーデンテラスもやりつつ。やりつつ。イベントだな。一応ね、一位キープできてるんだけど、まだ分かんないからね。<laughs> まだ分かんないから。 まあ一応ねギリまでちゃんとやろと次に回収できるものはきっちり回収してよいしょうんどうしようかなもう この辺使っちゃっていいかななんてその前にこっちも一応使っとこうよいしょ意外とレベル7を作るのも割とかかるよね <laughs> うん。今、6、5。あ、そろそろこれは回収してもいいかな。でももうちょい進めておくか。あと5分だって。あ、これ使っちゃってもいいかな。 いや、でもその前に、ちょっと、やることをやろう。これが2つの、また先に作っ、いや、先に、開けた方がよかったかな。ちょっと待ってよ。これはまだかかる。先にこれ開けよう。5。 5678910と11121314やけにお金出るな151617181919 作りかけなんかいや入れ替えとこ十202122う,20 21 22うーん微妙2 3 4 5, 6, 7, 8うんちょっと待ってね合成できるものは合成とはいえ78 9 10あでもいいぞ <laughs> ここまで来たぞうんちょっと待ってねえっ、ー、としまうやけになんか急にアイテム出なくなったな そうた、なんか、出やすぎんか。もうちょい出てもいいと思うんだけど。お金と、あ、そう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 、そういうやつそう。お金と体力玉がやけに出るんだけど、前からこうだったっけえー、っと、こうしとくか。 うん。あと2つ入る。えー、っと、もうあんま時間ないな。あと、あ、1分半ぐらいしかない。えー、っとね。時短使います。あんまり体力がないんだよイベント用のね、体力が。 こっちも使います <laughs> あ、まだ回復しないんだ。意外とあれだな。1時間程度では、あんまり、あんまりだね。うん。ゼロになってしまった体力が。まあ、回収しとこうか。この辺は売っちゃっていいかな。売る。 もうちょっといけるかと思ったけど、意外といけなかった。あと40秒程度だもんな。この後なんか始まるかね。謎だな。とりあえずもう一個これ作って、うっかり合成しないようにし、リッパー。 これの一個、上だっけなこれちょっと待ってよでプレイスマットを作っておくあ今回は優しいあちゃんと2個置いてくれてるよしよしよしふん <laughs> えーっと とね、お、どれもこうつけた、つけがたいですね。こんなに素晴らしいケーキが出揃うなんて。今すぐかぶりつきたい。あ、この辺もまあ、聞いたやつかな。時代を先取りすぎたとかね。ご機嫌よう。やったね。初めて1位取ったかな。これね。一等賞です。勝利が全てではありませんが、やっぱり一等って響きがいいですよね。そうですね。やっ さあ1位です久々久々じゃない初めてだな1位取ったの今回ねなみんなポイントがさあのー、あんまりもう1,0002,000みたいな人はいなくてなんとかなりましたねっていう塗装ローラー作っていくかこのスペースでいけるかな 若干不安だけどまあとりあえず塗装ローラーをこれしまっとかうしよう塗装ローラーを作る結構上だっけ塗装ローラー でね、ネジとペンキ缶がついでに出てくることを祈っている。とても強く。あれこれあ,あこれか。まあ、これはいいや。とりあえず、ペンキ缶をね、作るんだ。 ネジと便器缶、頼むぞ出てくれよでっかく育てよって気持ちだよ <laughs> えーっとね待ってよトソローラでもいけそうだよねこれで油断してるといけないんだけどとりあえず今の気持ちはいけそう よしこれとペンキ缶なんだよねペンキ缶なんだよね出なかったなあ、まあ、回収してくるか若干ね時間を要すかと思いますけどちょっと待って。 まだいけるな。しまえるな。ねじしまっとこうか。うん。で。ちょっと待ってよ。なんか新しいイベントとか始まってるそんなこともないどうなんだろう よしで,でいるのはバケツ洗剤便器管余韻によってね <laughs> 洗剤系はいやでもまあ回していけば出てくるないいやえっとちょっと時間かかるけど回していきます まだ出せるこのもまか。でバケツと洗剤系となんだっけ釘だっけちょっと待ってよ。違うペンキ缶。<laughs> バケツせんバケツはいいや。洗剤系とペンキ缶と可能ならネジ。 出るかないやこの辺を使っていこう存分に利用していこうえー、っとねえいこれとあこれでいいのか壁を修復するはいこれでよしあ壁なんかボロボロだったもんね ハゲとるというかペンキごときでなんとかなるやつだったのかなドライバーねドライバーねちょっと待ってよ一回しまおうネジはまだ足りないドライバー作るあペンキか箱あるじゃん <laughs> <laughs> あ何も見えてなかった。もうアホだな。ドライバー作る。ドライバー作る。あ意外とペンキ缶箱、前に集めといたのが結構あるな。ペンキ缶箱を、まずは、 待ってよ。な、なんだっけ。あ、ドライバーだね。ドライバーを作って、ドライバーを作って、この辺もしまっとくか。洗剤箱も結構あった気がする。 し,しまうよしよしよしこれでこれでドライバー OK 戸棚の扉を外すはいそしてあなんかトロフィーみたいなのが入ってるね なるほど。潜在系結構求められてるな。ちょっと待ってよ。ええー、と。まず、これ収めるか。上出来根を。よいしょよいしょ。 またね、おそらく、どっかのタイミングで、どっかのタイミングで多分布、布マックスってのが来て、あのー、停滞する。宣言しておこう。まあまあ、そういうゲームだからね。えー、っと、上出来ね。うん、椅子が。 増えていくそっか1本今ないんだ、まあ、また出たらでいいかなさあ問題はさこれの付近はできるとしてだよあちょうど50何秒とかだから1個使おう1分切ってたらねちょっと 考えるんだけどしまっとこうちょっと付近をね作るよと1分切ってたら待ちも考える1分30秒超えてったらもうそのまま回復使っちゃうかなっていうなんとなく自分基準 さあ付近できましたなそしたら問題のね洗剤なんだけども洗剤はこうね多分回してったらあるんだけどどうする <laughs> まあいいやとりあえず作ってみようできなかったらその時考えよう一回これ売るか <laughs> ええ。 案外出そうで出ないなあれなんか出るときはバンバン出るんだけど潜在系こういうのは難しいやつからやりたいじゃんねこっちから上のレベルからあでもできそう できそうっていう気持ちだけかもしれないええー、とあでももうちょいもうちょいからのこっからが長いかもしれないちょっと待ってね2つしまえるよあこっちにある洗剤よしじゃあこれでお皿を洗って 置く。はいあ。ちゃんともう、なんかこう、食堂の準備をする。あ、ちゃんとボールトンケのお皿。いいね、でもじ、じ、来た。来た。マックス。来ると思ってた。いや、でもその前に、まずは、これ。いけるな。トロフィーを磨く。 磨かれた。下の棚ボロボロのままだけどあショーケースの上にトロフィーがあるもしかしてここに書いてあるのはデボラさんの名前ええー、その通りよこの辺では乗馬の達人として名が通っていたんだから昔は敷地内で馬を飼っていたからよく練習したのよえー、すごいですね でも乗馬できる人かっこいいよね <laughs>。と思って憧れてね。乗馬練習したことあるんだけどね。もうあの <laughs>、ちょっともうさ、あのー、いっちゃん低い9だけ取ったらね <laughs>、ちょっとやめた <laughs>。お金がかかるんよな、乗馬はな。どうしよう。あのねこの箱からレベル1は出ないんだよね。 バール作ってみる、いやーどうしよう。どうしよう。いやでもメインタスクやっぱ進めたいから、ここは、その前に、ちょっと待ってよ。なんも始まってない一応確認。これは、いつもの犬と骨のミステリー。これはいつも通り。これはおばあちゃんのセール。特になんも始まってないね。いいね。 たまにあの、サイレントに始まってる時あるから、ものが <laughs>。今本とこ大丈夫かガーデンテラス、犬と骨のミステリー、通常タスク。オッケーで、ちょっと、あれだけど、回していきます。うん。 待ってよとにかくペンキ缶レベル1がいる2つ他はまあネジがあればって感じかなペンキのレベル1ねそこそこ買ったやつがあったと思うんだよね確かね99違う990コインでたまにコインで ショップに並ぶので、ネ、ね、ジあんな。ちょっと待ってね。あせっかくだって進めたいかな。<laughs> ちょっと待って <laughs> これで、MAX ができるから、できるから、 あとはバールか。ちょっと待っててね。バールだけ先に。スペースきついな <laughs>。まあ、これ辺回収しちゃうか。一回売るか。ええー、と、バール作ろう。この時にちゃんとネジでできてくれる。あれこれなんだっけあ、ペンキ。いや、バールを先に作るよ。なんか作りかけは、ない。 たまに、とあ手が、指が触った <laughs>。たまにその適当に放り込んどいたやつ使わずに、ずっとインベントリに眠っていることが、たまーにね、あるよね。とりあえずスペースを開けるために一回ね、放り込んだはいいけど忘れてるっていうね。 まあまあ。あるあるです。バールできたけど。いろんな人を招待したい。はい。いいっすね。いいっすね。なんかもらったのあった気がする。多分裏にあるんじゃなかったかな。どうだったっけ。作ってもいいけど。 それか分解しようかな。ね。ハサミ余ってるし。これをね。分解してもよろしいか。ハサミまだ受け取れてないやついっぱいある。あとは最後の仕上げを。テラスいいな 便器缶かける2。これはきついぞ。おおちょっと待ってよ。ちょうどできましたよ、2つ。2つできましたよ。ってことは、ドライバーだけ作れば、いける。問題は体力 <laughs>。あと7、1回復ぐらいはしても、 バチを当たるまいて。問題はドライバーが結構上のものだということ。よし。よしじゃない。まだ。ドライバー作ったら、待ってよ。 国本会は助っ人がいる。はい。収 <laughs> めてしまう。準備はバッチリ。この辺はもう2周目に入っていますね。問題は上をやりたいんだよな。上を。上を。これしまっとこう。 ってあ意外とこんなになかったっけホールド数。あれこんなんだったっけもっと持った気がするんだけど。あでも今ので結構使ったのかな回数的には。まんは使ってるか。だって758が欲しいですが。 うん意外とかかるこれあれだあ待ってレベル1がもう一個出てくんないかな一回しまっとこう大切に 大切にしまっておこうメインでこのドライバーとか来てくれるとねこのイベント中は本当にありがたいそう思いませんか何でもないのに作り続けるのちょっとしんどいからささあ終わったな時短出してないけどこっち使うかよいしょ でまずは今欲しいのはこれ。うん。というわけで、これには少し時間がかかりそう。一気に進んだね <laughs>。で、これでもね、裏にあるんよ。さっき分解しちゃったけど。うんと。 ちょっと待ってよ。とりあえずペンキ缶レベル1をね、さっきからの出すことを考えてるんだけどあの、ね。裏にはあるはずないよ、ペンキ缶レベル1があった。これで2つ揃ったので、あとはハケを2つ。ハケを2つ。 よいしょ大事にしまっとこう。はけ。よし。これで古い戸棚を修復する。はい。うん。おでも可愛くなったね。よしよしよしあ。またこれちょっとできそうな感じのやつを。売り。 飛ばすそうだなもうこれはねあの次回次回すらもないかもしれん次回レベル5ができてたらんレベル4かな5かなできてたらいいぐらいの感じ待ってよ 十0得ナイフかけるにこれがもう一つ割と今日順調な気がするけどいかがか <laughs> とやねパソコンとスマホのね ちょっとあるものを変えたんですよ。あるものを変更したんですけれども、ちょっと画面的にはわかんないかもしれない。わかんないというか多分わからない。えっとね、DNS サーバーを変えてみたんだけど、DNS サーバーはね、古い時計を修復する。 直したのかな時計の修理って結構難しい。うわ、来た。はしごね。はしごね。オッケー。オッケーオッケードリルまではあるんよ。いや、でも待って。ドリルの上の上って考えるとやばいな。というわけで、多分二つ、どっちのタスクも結構しんどいが、とりあえず63%まではいけた。よっていう感じですかね。 イベント進めようにもちょっとどれもかかるかな。かかるかな。というわけで、残りの時間は、これかなはしごをね、今日絶対にできませんけども、できるわけがないのですが、 やれるとこまでやっておこう。バネ。またダクトテープないからな。一個二個増えてもね、全然いいかな。DNS サーバーがさ、多分ね、商品をなんかパソコンとか買った 初期状態だと、なんか自動とかになってると思うんですよ。あの、適当にその場その場で。えー、っと、なんだろうね。ネット上の住所みたいのがあると思うんだけど、あとちょっと40秒待って、1だけ回復したら作れるとこまで作ろう。<laughs> そう、ネット上のさ、アドレスとか打ち込んだときに、あのー、 そのアドレス先を探してくれるのが、この DNS サーバーなんですけど、これでもネットにつなぐ以上は必ずこれを通過するところなんですよ。で、これの性能があんまり良くないと、そのページの移動がね、結構時間がかかるっていうことが起こるんだけど、この DNS サーバーを、ただですね、日本で一番早いのは、 多分、クラウドフレアだと思うんですね。で、次が Google さんのとこかな ?Google さんだけ3をつけて、クラウドフレアさんに3をつけてないな <laughs>。クラウドフレアさんが多分、日本では一番早い DNS サーバーだと思うので,で、そこにね、切り替えてみました。正直、スマホだとあんまりわからないかもしれない。 パソコンとかでちょっとなんかクリックした後で遅いなっていうような、なんか接続遅いなって思ったことがある人はね、切り替えた方がいいかもしれない。あとね、d n スあのー、サーバー、ねえ、セキュリティが結構し、やっぱその辺の適当なところよりは多分 Google さんとかクラウドフレアさんの方があのセキュリティがしっかりしてるから あの、ちゃんと切り替えといた方がいいかなっていう感じ。ま、とはいえあの、そうだな、接続するときにネットに、例えば Wi-Fi 使ってたりするときは、やっぱ家の、家の契約の、 もう速度とかである程度そこの速度は決まっちゃってるんだけどね。その先のね、あの、行った先の速度だけでも速い方がいいっていう人はね。そこは上げといてもいいと思う。あとね、特に、特にね、ギリギリのスペックで 動かしているパソコンだと、より切り替えといた方がいいと思う。今ね、一階に置いてあるパソコンが、Windows 7で、すごい型落ち品なんだよね。で、スペック的にも結構ギリギリで、なんかもう、まあ、私が前に使っていたパソコンもそうなんだけど、例えば、 Google のブラウザと、あのー、なんかお絵かきソフトとかをね、もう同時に動かした瞬間に落ちたりとか、どっちも落ちるみたいな。あと動画編集ソフトなんて使ってみたもん、もうその暁にはですよ。あ、終わった。 動画編集ソフトなんか使ったら、あっちゅう間にフリーズしてパソコン立ち上げ直すためになったりするからね。これはね、ボロいパソコンを使う宿命なんですけど <laughs>。あとはね、ソフト自体も重くなってるからね。いろんな、まあ、いろんなソフトの。 やってることは変わんないし、昔と作業工程も変わんないのに、あの、要求されるパソコンのスペックは上がっていくっていうね。まあでもこれはね、しょうがないよね。で昔はさ、500メガとか、メガメガだったかな <laughs> キロだったかななんかか、それくらいの、 パソコンでも普通に動いたのにね。なんかいっぱいのままだけど、ちょっと今日ここまでにしとこうかな <laughs>。でまたね、えーっと。次回。どこまで進んでる状態かな。このバケツ多分今いらないよね。いらないね。うろ。 これもいらない気もするが、でもここで使ったりとか、イベントでもまあいらんこともないか。あ,あとはちょっとじわじわイベントの方は B カードまで欲しいんで、これはね、もうレベル7、ま、このイベントのレベル7までは絶対にやっときます。残りはちょっとどうしようかなだね。B カード欲しいよね、やっぱ。ここまで。さて。 次回ね、ちょっとメインタスクが両方進まないかもしれない。どっちもそのままの状態でスタートってなってるかもしれない。というわけで、今回はここまでですかね。まあでも63、63%なんで、まあまあ進んだかイベントは終了したし。そうだな。頑張ったかな。<laughs> というわけでね、この食堂の方もじわじわとね、もう端から順番にね、仕上がっていっておりますが、 この奥の部屋もちょっと気になるところ。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。これね、まあ、今日は大した話はできてませんけども、DNS サーバーの話をさせていただきました。サーバーのね、あのー、番号としてはもう1111 11とかですごいわかりやすいんでね、<laughs> 切り替えが楽だと思います。というわけでご覧いただきありがとうございました。 また次回配信でお会いしましょう。失礼します。